国家資格キャリアコンサルタント試験学科試験対策講座の試験対策講座の選び方、まあ、学科編ですね。を始めさせていただきます。私、レックキャリアコンサルタントかの大森と申します。よろしくお願いします。はい、まずはですね。あのレックのキャリアコンサルタント養成講座なんですけどもまあ、今年で21周年ということで。まあ試験対策。まあ試験。試 資格試験の合格のレックって言ってますけども、そちらはですね。4、3年間にわたりまあ、様々な資格の受験指導をしてきました。まあ、そのノウハウを活かしてですねキャリアコンサルタント、国家試験対策講座を用意しております。じゃあちょっとスライドの方切り替えますね。はい。レックの国家資格キャリアコンサルタント試験対策講座はまあ、キャリアコンサルティング協議会向けの試験対策講座です。 講座の内容、特徴、受講料などをご案内していきます。まあ、学科試験はですね。あの両団体とも2つ団体ありますけども、も、えー、同じ試験内容になってますのでね、ね、まあ、実技試験の内容が異なりますので、まあ、受験申請の際にはご注意いただければと思います。はい、では早速学科試験ということで、えー、コンテンツとしましては、学科試験対策講座の中には一応レックでは学科特訓ゼミというのがね。これはウェブ通信です。 学科過去問ポイント講座もウェブで見れます。学科統計資料、スピード、マスター道場まあ、3, 3つともですね。もう全部ウェブで全国展開で見れますので。はい、では一つずつちょっとご説明していきたいと思います。まずこのウェブでも全部作ってるんですけども初、まあ、学者？えーとですね。試験範囲がまあ広すぎて勉強の仕方がわからない方とか。 まあ、キャリアコンサルタント養成講座で学習したものの、テキストの量が多すぎてポイントが絞れない方っていうことですかね？また、あとは実務経験で全くキャリコンの勉強、どこから始めていいかわからない方、なんかがこの学科と訓練に向いていると思います。学科過去問ポイント講座というのはまあ、過去問の分析をしてまして、まあ、過去問から回答への導き導き方をね。学びたい方にお勧めしております。 でその一番下なんですけども「学科統計資料スピードマスター道場」っていうのがありましてこちらは白書や統計資料からの出題問題が苦手な方、まあ、あとは統計資料が大好きな方も人気の講座になってます。ではですね1つ目なんですけども「学科特訓ゼミ」こちらね講義内容がキャリコンの学科試験に必須の基礎知識 を演習形式の講義で定着させる講座です、まあ。レックキャリアコンサルタント養成講座のテキストを元に作成したオリジナルテキストとレジュメを使用します。え講義時間は5時間になってますね。結構長いですけれども、まあ、受講料は一般価格1万5000です。レックの受講生は1万2000と2割引きですねえ。テキストオリジナルテキストとレジュメ付きでこちら発送いたします。こちらはですね。 テキスト、養成講座ってあの実際は155時間受講していただくんですが、まあ、それの中の,、ね、あのこう基礎的なテキストでもこんなにあるんですよ養成講座のテキストって。だけどもこの「学科特訓ゼミ」はよく出る、ね、ところをギュッとこう1冊にまとめてありますテキスト。それでも150ページぐらいあるんですけどねちょっと字もちっちゃめですけどもこちら1冊にまとめてます。あとこのテキストを見ながら まああの穴抜き問題みたいなものでまとめてこういうレジュメですね穴抜きで結構何うんですキーワードを穴抜けして作ってあるレジュメもついてまして。 講座を聞きながらこのレジュメに書きながら書き込みながら手を動かしながらですねもうちょっと覚えていた,いただくまあ、暗記しなきゃいけないところも結構あるのでそういった基礎的な部分落としたくないなっていう復習したいなっていう方はこちら一通りやっていただければなと思いますまあ、講座自体は5時間ですけども合間合間で、ね、あの練習練習ここではビデオを止めて練習してくださいみたいな形で授業を進めていきますので、はい、いいと思います 書き込みながらねできますのでいい勉強になるんじゃないかなという感じになってます。はい、では次の今度は学科過去問ポイント講座という講座ですけども、こちらは講義内容がまあ第一回試験からのこうよく出ていた品質分野の分析をして、および過去問題の直近二回分を分野別法律統計理論その他に 整理分類分析して、であの回答への導き方を学べますということでこの講座ですね。講義ではキャリアコンサルティング協議会から出しているキャリアコンサルティング関連情報集っていうのを使用して進めていきます。まあ、事前にですねキャリアコンサルティング協議会のホームページからご購入の上ご受講いただければと思います。まあ養成講座をですねあの受講生の方はこちらの本持っていると思いますけれどもね。 持っていない方は購入していただければいいと思いますで、講座時間は6時間となっていてえ受講料は一般価格12,000円レック受講者の方は1万円ですね教材費は別ですのでレック各本校では販売しておりませんので必ずキャリアコンサルティング協議会の方でお買い求めいただいてからご受講いただければと思います とですね、キャリアコンサルティング関連情報集っていうのは今私の手元にあるのがこれ今今日収録しているのが2月なんですけどもねちょっとこの2021年度版になりますがこんなような本で、まあ、2022年度版2022年度版になりますかね次4月に発刊されると思いますのでねそちらの方がお買い求めいただいた新しいものですね。あの第そうですね2022 1> 1年度版、まあ、中見てみますとこんなようなカラーでねあのよく厚生労働省とか経産省とかで出しているこういうね働き方あのこれは人生100年時代の社会人基礎力でしたけどもこういったよくあの出る試験によく出そうなところとかもやっぱり載ってましてね,ね。こういういのがあの 白書とか労働経済白書とかもすごい全部読もうと思った大変なことになるんですけどもそこであのキャリアコンサルティングに関連しているところの資料を抽出して載せている、まあ、あのものでキャリアコンサルティング協議会の方はあの実際キャリコになった後の自己検査としてこちらに活用していただければっていうことで作ったみたいなんですけどまあ養成講座のあの 受講生にもぜひね、活用していただければということで、いつも。あの養成講座の中ではこちら。レックでまとめて購入して、ご配りしてるんですけどね。これを使って、あの講座を進めていきます。この学科過去問ポイント講座ですね。こちら藤原先生っていうね、あの昔からいる先生ですけども、がやっております。で過去問なんですけどね、過去問はあの。 キャリアコンサルティング協議会の方からダウンロードしていただきたいんですね。あの著作権の関係上ですね。あのレックからこのダウンロードすることをできませんので、ちゃんとキャリアコンサル協議会の方の過去問をダウンロードしてから、あのこちらを使って進めていただければと思います。はい、では次ですね。で、あと学科試験。 対策のの書籍としましまてこの学科学問ポイント講座をちょっと取りまとめて分析している先生が作ってるんですねこの本これは新しい2022年度版が出まして1月20日ぐらいから、ね、発売しておりますのでこちらはですね将来的にまあ2級受けられる方にも使えるということであの今回は国家資格の試験1回第1回目からと、まあ、2級の試験も分析して この辺が出る。大体似通ったところがやっぱりね重要ということで出ているのでその過去問の分析とあと練習問題100問っていうのを、ね、あの掲載していますあの。ちょっとしたポイント解説っていうんですかねポイント講,講座「即習テキスト」っていうのもついてましてね問題の前にまと,めまとめてすごくまとまってますのでこちらもすごく良い本になってます。この小小沢沢先先生生っって、ね、作って作くれれたなんですけれども、こう 養成講座とかキャリコンと2級とかもまあ養成講座受けずに2級受けられた先生でどちらかというとこの先生はキャリアコンサルティング技能士2級持っていて他にですね140近くの資格を取得してるんですよすごいですよね。なんかいろんな資格、ま、資格マニアってあれなんですけども資格を取るそのテクニックっていうのが優れてるっていうところの先生なんですね。なので ちょっとこの先生が作って分析しているっていうので結構あの分析した後にここ出るよっていうところが載ってるところあの試験実際に出てる結構予想問題のようになってますので是非ねこちらの方あとですね最新の試験の分析今回はですね分,分析してるのが第1回目の試験から第18回。 2021年10月試験までの過去問の分析になってるんですけどもその後最新の試験の分析につきましては「本書購入者特典学科試験無料分析講座」っていうのがここに載ってますのでねこれをこのページペレットめくっていただくと QR コードがついていましてであのアンケートフォームに答えていただいたあと。 にあの無料分析講座といった必ず毎回試験のねあとつどアップしてあの動画おまけでついてますのでぜひね購入していただいてで動画も毎回ちょっと分析した結果とかを新しいの手に入れていただければなと思います毎回試験の後にあのアップしてますのではいで次ですね学科統計資料スピードマスター道場っていうのがありましてこちらはですね。 講義内容がまあ、白書統計資料は毎年の情勢により内容や数値が刻々と変化します当講座は過去問の出題傾向をもとに今発表されている白書統計資料のポイントを講義し演習問題を通じて身につけることができます試験でよく出ている品質優先度が高い統計資料を知り学習のポイントを抑えることで効率よく学びます 統計ごとに練習問題も掲載知識定着に役立ちますということでねこちら講座時間が6時間になってましてで受講料が一般価格がもうレック受講生も同額ですね1万円となっておりますこちらもオリジナルテキストがついてましてねこれ小松先生っていう先生ですけども、えー、中小企業診断士なんですよ小松先生は。なので普段からですね膨大なこう労働白書経済白書とか結構見てらっしゃって。 まあキャリアコンサルティングに関する資料ね独自に抽出してですねわかりやすく解説しています。まあただね第十八回試験の時なんかはコロナ禍がで、ね、あの労働経済白書の発表がちょっと遅れたんですね。なので試験にちょっと出題されなかったということでその時の合格率バーンってすごい高かったんですけどもまあその後はね、まあ、統計資料を必ずね毎回出題されてますので、まあ、白書統計問題が得意な方は ま、逆に深入りしすぎずに、まあ、この試験での重要度の把握にご活用いただければと思います。テキストがですね。ちょっとお見せしましょうかね。テキストがついてるテキストがこんな感じでね。3冊ついてるんですよ。意外とね。あの、さっきの学科過去学科特訓ゼミなぐらいかなっていうぐらいの分、厚い <laughs> 統計資料に特化した。もう本当。 あのテキストはね白黒なんですけどもパワーポイントで画像を出している画面集ということであのそれは PDF でアップしてありますのでねあのダウンロードできますカラーでちょっと中のグラフとかがちょっとこちらのしテキストは白黒のところが多いんですけど、まあ、あとは、はい、カラーのやつはちょっとパワーポイントでダウンロードしてみていただければいいと思いますけど結構な量ですのでね本当なんか好きなのかす,すごく好きな人か、まあ、逆にすごく苦手な人いう がはちょっとしっかりやりたいなっていう方向けでのあの講座になってますはいこんな感じでですね学科あの三種類の講座あの紹介していきましたけどもお問い合わせ先ですねえー、とお申し込みお問い合わせにつきましてはレック各班各本校ですね営業時間は各本校ホームページをご確認くださいまたはレックコールセンター 電話ですねこのお,じらお時間を確認してください、まあ、試験に関するお問い合わせはキャリアコンサルティング協議会国家資格キャリアコンサルタント試験センターまでということになってますけども、まあ、要請講座終了後ですね試験まで間が空いてしまうので力を落とさないように更、まあ、にですねあの合格を確実にするためにレックの試験対,対策講座をご活用だければと思います。 まあ試験に関するお問い合わせにつきましてはということでこちらはあの先ほどお見せしましたこちらの QR コードですねここであのキャリアコンサルティング担当試験センターつながりますのではいこちら以上になります。学科試験にはあの選び方はこれれでで終了になりますお疲れ様でした